WWF チャンネルをご覧の皆さん、明けましておめでとうございます。本田美優です。高校を卒業しまして、一人暮らしを始めまして、そこがすごく私にとっては大きな変化だったなと思うんですけれども、お芝居だと初めての朝ドラの出演だったりとか、フィギュアスケーターとしてはワンピースオンアイスというショーで波役をさせていただきまして、本当にいつか節目の年にあげるとしたら昨年の2023年をあげるんじゃないかなというような年になったなと思います。年齢的にはついに20歳になる年なので、小さい頃からの夢でもあるお父さんお母さんと乾杯するっていうのはずっと夢なので、その夢を叶えられると思うとワクワクしますし、もう2024年毎年同じになっちゃいますけど、今まで生きてきた中で一番の年だったと思えるような年に2024年がなったらいいなと思います。